で不眠症でユーロジンを処方されましたが、全く眠れずに相談したところゾルピデムを処方されました。しかし次の日が眠くて困ってしまいます。不眠症を治療したいと思った時に、とにかく薬の話にみんななるんです。全員薬の話になるんですよ。医者もね、すべてそうなんですけど、薬の話になっちゃう前により大事なことというのがありまして、薬以外に何やってんの？不眠症の治療は薬ですというふうに思っちゃうと、まあ、ろくなことはないんで。この状態になってる私たちが、その1、睡眠脳を強化する。その2、覚醒脳。行動的にこの3つにはそれぞれやり方があるんですよ。例えば、睡眠脳を強化するような習慣というと、眠気の物質元を増やせばいいので、昼間に運動すれば運動するほど疲労物質が溜まって、それ睡眠物質なので夜寝やすくなります。ダメなのは、早寝をすると睡眠物質を使い込む。前に質問したかもですが、寝る薬をして布団に入り、寝ているはずなのに何かを食べ散らかしていますと。記憶はないです。私は猫ちゃんと二人暮らしですと。無遊病をどうしたら記憶がないまま、意識がないまま食べてしまうことを止められますか。主治医からは買いだめしないしかないよと言われましたと。薬がどんな薬なのかというところもあるんですけど、やっぱりこれは高頻度にあるようであれば、特にこうベンゾジアゼピンを中心とするような薬というのが原因になってたりすることはないでしょうか。代わりになるようなお薬はないでしょうかは一度ご相談してみられていいんじゃないかなっていう気がしますけれどもね。薬を変えるということは無効でしょうかという一言、私にはそれはしてはいけないことでしょうかという一言を添えながらご相談してみられるっていうのはありかなと思いますね。不眠病用の行動というのが、特に長短時間作用型のベンゾジアゼピン系の薬も具体的に言っちゃいますね。ハルシオンとルネスタとアモバンとマイスリーではよく起こるということが知られてたりとかしますのでね、よろしくお願いいたします。トリンテリックスがあまり効かず、他の薬も試しましたが、眠気が半端なくて、トリンテリックスは発売当初から服用していますと。先生ならどのような薬を処方しますか。新しい薬は出る予定はありますか。よろしくお願いいたします。新しい薬については僕はあんまり知らないんですけど、トリンテリックスってお薬はまあとりあえず副作用が少ないっていうのが一番の売りではないかなと思いますね。もちろん吐き気は結構多いんですけど、例えば眠気とか不眠とか便秘とか口乾きとかふらつきとか無気力とか、そういうこうなんていうのか、抗うつ薬の長期的な飲むのが辛くなるような副作用が少ないというところがあるので、トリンテリックスの一番のメリットっていうのは、副作用を乗り越えてとっとと最大投与量まで増やすことができる可能性が高いというところかなと思います。ぶっちゃけ言うと、それ以外というか基本的に副作用以外に抗うつ薬に差はありません。差はありません。差はないということで、特にうつ病に対する効果というのは、抗うつ薬は差がないということで確定しています。どのようなタイプのうつ病にどのような抗うつ薬が効きますよとかっていうような一定した傾向はありません。なので、どれがおすすめかという話で言えば、基本的にはこういう副作用が嫌だっていうのがあれば、その副作用をなるべく回避した形で、今まで使ったことがないお薬をまあとりあえずは試してみて、副作用が大したことなければ最大投与量まで増やすというやり方が一番かなという気はしますけれどもね。ちなみになんですけど、今まで使ったことのない抗うつ薬とは言ったんですが、1回目に使った抗うつ薬をしばらく飲まずにもう1回使ってみたということで聞くこともありますので、なかなかこの辺はね、一概には正直ちょっと言えないという面もあったりしますよね。ややこしくてすみません。ありがとうございます。私はマイスリーから先生のおすすめの睡眠薬に変えたいのですが、主治医のプライドを傷つけずに睡眠を言いたいけれど難しいです。どう言えばよいでしょうか。なるほど。すでに眠れているという状態なのかどうかによっても変わってくると思うんですけど、特にすでに眠れているという状態なのであればなんですが、こういう感じですね。先生ありがとうございます。先生に薬を合わせていただいて、結構今よく眠れているという状態になったんですけど、できればもう少し違ったお薬にちょっとずつ弱めていくとか、やめていくっていう風なこととかにチャレンジしたいなっていう気持ちが出てきたんですよ。私もちょっといろいろ調べてみたんですけど、ひょっとしたらデービゴっていうお薬とかにちょっとずつ乗せ替えをしたりとかするっていうのが、最終的にうまく薬からやめていけるっていうことを考えた時にはいいやり方なんじゃないかなっていうふうに調べて思ったりとかしたんですけど、先生はどんなふうにお考えなんですか。あ、もちろん先生のお薬って今すごく効いてるんで、それはそれで感謝してるんですよみたいな感じがいいと思います。細分化しますね。今してくださっていることをまずきちんと評価して、相手の立場考えを確保しておくですね。その上で
私の考え、私はこうしたいと思っているんですっていう私の気持ちとニーズを述べる。三つ目が先生の意見を聞きたいんですって言って、最終的には先生から対案があったりすればそれに従うことはやぶさかではないですよという姿勢を見せておく。一応最後にちょっと言ってるのが、でも先生の治療というのを決してダメだと思ってるわけでもないんですよっていうフォローをしておくとですね、怒られにくくなります。もっと言うと一番最後に、あ、最初でもいいな、先生怒らずに聞いてくださいねっていうのも最初につけておくともう怒れなくなるんで、それはすごくいい方法かなと思いますね。心理的な戦略です。別に精神科に心理的な戦略仕掛けてダメってことはないですよ。うまくやってください。初見雅彦の動画。不眠症でユーロジンを処方されましたが、全く眠れずに相談したところゾルピデムを処方されました。しかし次の日が眠くて困ってしまいます。珍しい。また次の診察の時に言おうと思っているのですが、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。なるほど。不眠症を治療したいと思った時に、とにかく薬の話にみんななるんです。全員薬の話になるんですよ。医者もね、すべてそうなんですけど、薬の話になっちゃう前に、より大事なことというのがありまして、薬以外に何やってんのなんです。不眠症の治療は薬ですというふうに思っちゃうと、まあ、ろくなことはないので、これ、ぜひこの画面をご覧くださいませ。人間を眠らせるなら3つの方法ありますよって話ですね。不眠症治療には3つありまして、睡眠脳と覚醒脳というね、人間を眠らせる脳と起こしておく脳がありまして、その下に体内時計が支点になっていて、こうシーソーのようにね、ぎっこんばったんと動いていて、睡眠脳が覚醒脳に勝てば我々は寝ますよという、不眠症治療というのは、睡眠脳を眠らせる脳が覚醒脳を起こしておく脳に勝てば OK なんですよ。3つのやり方があります。3つのやり方ですね。3つのやり方いきますよ。この状態になっている私たちが、その1、睡眠脳を強化する、その2、覚醒脳を小さくする。その3、体内時計を騙して今夜だと思わせる。この3つです。やり方はね。ユーロジンもゾルピデンも全部これですわ。これです、これ。これね。わかりますか？睡眠脳強化型です。睡眠脳強化してるというだけですね。とにかく、何も考えないと、睡眠脳を強化する薬を使いたくなるんです。睡眠脳を強化する薬を使いたくなります。これ見てるだけで3つやり方があることわかりますね。睡眠脳を強化するのと、覚醒脳をちっちゃくするのと、体内時計を騙して右側に出すのっていうやり方がありますよね。行動的にこの3つにはそれぞれやり方があるんですよ。例えば、睡眠脳を強化するような習慣というと、眠気の物質元を増やせばいいので、昼間に運動すれば運動するほど疲労物質が溜まって、それ睡眠物質なので夜寝やすくなります。ダメなのは、早寝をすると睡眠物質を使い込んじゃって、夜これから寝ようとする睡眠物質がなくなっちゃうんで、例えば、2時にならないと眠れないっていう方が、薬もらったから11時に布団に入ろう、ダメなんですよ。2時に眠れた方というのは、せいぜい1時半とか、それぐらいに薬飲まないと話になりません。昨日よりちょっとマシっていうぐらいの時間に薬飲むということがポイントです。昼寝も遅い時間に長くすると、やっぱり睡眠物質を使い込むからダメなんですよね。これで行きましょう。体内時計ですね。朝日を浴びると、朝日で体内時計が今だ朝だなっていうふうに理解してくれて、そこから夜に来るまでの時間のタイムカウントダウンが始まるので、そこからだいたい17時間ぐらい経つと眠くなります。朝日浴びてから17時間で眠くなります。なので前の日に眠れなかったからといって10時とかに布団から出ちゃって朝日を浴びるのがその日の10時とかになっちゃうと10プラス17の27時つまり午前3時にならないと眠れなくなっちゃうんで、なるべく決まった時間に起きて朝日を浴びる、これ大事です。もう一ついきます。夜に光を浴びると体内時計は夜だと認識します。この日は最悪ってやつですね。週末に寝だめすると週末に12時ぐらいに起きちゃったりとかするとね、普段が8時に起きてる人が12時ぐらいに起きちゃったりとかすると、今日のこの12時っていうのが朝なのかなっていうふうに体内時計は勘違いしちゃうので、そこから時差ボケが始まっちゃうというところがありますね。覚醒のブロックするということはリラクゼーション法なんでもいいです。今好きな方法があれば何でもやってください。あと音とか光とか刺激物とかこういったものというのはなるべく避けるようにしてください。この辺のことちゃんとやったかどうかってすごく大事ですよ。で、睡眠薬は3つありますね。睡眠薬は3つあるんですよ。つまり、ベンゾジアゼピン受容体作動薬って言われているユーロジンのような薬とかゾルピデムのような薬ですね。この辺の薬を使うと無理やり眠くさせます。オレキシン受容体拮抗薬っていう薬が別にあるんですよ。なので、このタイプの薬もうまく組み合わせていくっていうことは結構大事です。これは覚醒脳をブロックさせて眠りやすい状態を作ります。体内時計を夜だと騙すメラトニン受容体作動薬、あるいはメラトニンそのものっていうお薬もあるので、
こういうお薬を夜になるなっていうぐらいの時間帯に服用しておくと、夜が早く来やすくなり、そこから電気を暗くすると夜になる時間が早くなったので寝つきも良くなるということがあるので、こういうね、薬と行動の組み合わせで少なくとも6通りのやり方があるんだということはぜひ知っておいてください。現時点でもしユーロジンとゾルピデムという2つのやり方しか思いついていないのであれば、不眠症の治療法のうちわずか1個のやり方しかしていないということになってしまってますね。そのあたりよくよく相談しながら、他に打ち手がないかどうかを一緒に考えてもらってください。ありがとうございます。初見雅彦の動画、うつ、DID、CPTSD、解離性障害と複雑性 PTSD ですね、とパニック障害ですと。最近2時半に起きてしまいます。何時に寝ても必ずなので、できるだけ寝たいと思い、デイビゴとトラゾドンを9時に飲んでいますが、改善されません。早いんじゃないですかね。デイビゴ 10mg は2時半に起き、午前中まで眠気が残ります。眠剤の他に、ルーラン、セルトラリン、パキシル、頓服でドラゼパム、ルーランを飲んでいます。どうしたらいいですか？多分、飲むの早いと思いますけどね。眠剤っぽい薬をね。要は、量がちょっと多めに見えているのも、割と飲むのが早すぎることと関連しているのではないかと思う。2時に起きるということがあるので、早く飲めば2時に起きるということがないと思ってらっしゃるのか、そうなのか、ちょっとその辺がわからないところがあるんですけど、基本的に中途覚醒を減らすということであれば、なるべくちょっと遅めにお布団に入られるっていうのは基本ですし、なるべく直前に薬を飲まれるっていうことも基本かなと思うので、当たり前といえば当たり前なんですけどね、早くにお薬を飲めば、早くに薬が切れてしまいますから、早くに飲まない方がいいわけですよ。なるべくお布団に入る直前にお薬飲んだ方がいいですし、中途覚醒で困っているのであれば、そんなに早くから布団に入らない方がいいわけですよ。例えばなんですけど、極端な話しますね。午後6時に布団に入る人が2時半に起きたと言っても、それはもはや中途覚醒とは言わないですよね。普通の時間寝て起きてるわけですから。ちゃんと寝たい時間が決まってるのであれば、寝たい時間の直前に薬を飲むというのは基本でして、あまり早すぎる時間にお薬を飲むとですね、中途覚醒のそれ自体が原因になったりするので、お薬飲む時間とか布団に入る時間が今は適正なのかどうかっていうことを、ちょっと主治医の先生でよく相談してみられた方が良いのではないかなという気がします。ありがとうございます。